M1911 は、ジョン・ブローニングの設計に基づき、アメリカ合衆国のコルト・ファイアー・アームズ社が開発した、軍用自動拳銃である。1911年の正式採用から1985年までの間、アメリカ軍の正式拳銃として第1次世界大戦、第二次世界大戦、朝鮮戦争、そして、ベトナム戦争で用いられた。 コルトガバメントの通称でも知られており、民間向けモデルの一つ、ガバメントモデルに由来する。本国アメリカでは、ナインティーイレブンと呼称されることが多い。兵士の間では、ハンドキャノンの愛称で呼ばれたこともある。ホールドオープンした M1911A1。重心の後端が閉鎖を解く過程でわずかに下がった。ことにより、重心の軸線が、本体に対して、 平行になっていないことに注目。1911年3月29日にアメリカ軍に正式採用され、軍用拳銃としての正式名称 M1911、後に1926年に改良が加えられたものは M1911A1 と名付けられた。1985年にベレッタ m 9が正式採用されるまで、 実に70年以上にわたってアメリカ軍の正式拳銃であった。ベレッタ M9 が後継になり、正式を解かれた後も改良を加えた M1911 と部品の一部を新品に交換したものが一部の特殊部隊と海軍で使用され続けている。銃の使用年数を加算すると100年を超え、一部はアメリカ軍に 配備されてから90から100年以上も使用されているものもある。戦時中にはコルト社以外にも様々なメーカーが軍に納入するための M1911 を製造し細部や刻印が異なるバリエーションが数多く存在する。例えば軍用 M1911 のグリップの材質は製造メーカーや製造時期によって ベイクライト製のものやウォールナット製のものなどがある。軍からの一発でも敵の動きを止められるだけの威力が欲しいという要望に基づき、ジョン・ブローニングが考案した 45ACP という大口径弾を使用する M1911 はそのストッピングパワーの高さから信頼された。軍用の M1911 および M1911A1 の口径は 45ACP 相談数はシングルカラムマガジンによる7プラス1発であるがその後の民間でのバリエーション展開によって9 x 1 9ト、mm、ルパラベラム弾や 40S&W 弾など各種の弾薬に対応したバージョンが生まれた競技用にはパワフルかつフラットな弾道の38スーパーの人気が高い現代の自動拳銃に広く用いられる ヒルトバレル式小トリコイル機構の元祖であり、20世紀における世界各国の自動拳銃開発に対し非常に大きな影響を与えていた。誕生以来大半のパーツの設計がほとんど変わっていないため非常に豊富なカスタムパーツが存在し、使用者の好みに合わせてカスタムしやすい銃である。現在も M1911 を称する拳銃を多数のメーカーや カスタムショップが製造しており、そのバリエーションは把握できないほど増え続けている。同様にグリップも様々なものが作られており、ラバー製やアルミ製、中には、造毛などの高価な素材で作られたものまで販売されており、専門のコレクターまで存在している。大きな特徴として、ハンマーをコックした状態でもかけられる、サムセーフティが左側に備えられ、そして握った時親指と、 人差し指の股が当たる部分に安全装置があり、これをしっかり握り込まないと打てない仕組みになっている。カスタム品の中には、グリップセーフティをあえて外したものも存在する。M1911 の構造19世紀当時、アメリカ軍では、コルト製の M1892 という、38口径の回転式拳銃を使用していた。しかし、 1898年の米西戦争中にフィリピンで起きた先住民もロ族との衝突の折、り、番頭を振るって突進し森林戦を仕掛けてくる先住民に対し38ロングコルト弾ではストッピングパワーの不足が指摘されるようになった。アメリカ軍はこの先訓から拳銃弾でも一発で相手を行動不能にできる威力の高い弾丸としてより大型の 45口径弾を採用することを考え、これと同時に、リボルバーより素早い連射が可能となる自動拳銃が求められるようになった。同じ頃、アメリカ人銃器設計者のジョン・ブローニングが自動拳銃の開発に成功する。この銃は、コルト社により、38口径のコルト M1900 として市販化され、いくつかの派生型が生産された。 可動バレルとバレル全長を覆う重いスライドで反動に対処するブローニング式のショートリーコイル機構は完成度の高いシステムであり以後自動拳銃の決定的なシステムとして埋挙に暇のないほどの追従モデルを生んだまたリボルバー用45口径弾を短縮リムレス化した設計の 45ACP 弾が開発されたことで大口径の自動拳銃が 現実のものとなった。1905年、M1900 シリーズをベースとし、45ACP 弾を用いる大型拳銃、M1905 が開発された。これをもとに、M1905 の5インチ重心型にグリップセーフティを追加したモデルが試作され、スライドとフレームの構造を変更して、強度を向上させ、重心のロッキング機構を変更した、M1909。 さらにグリップの角度を変更した M1910 が開発され、最終的には M1910 にマニュアルセーフティを追加したモデルが1911年に M1911 としてアメリカ軍に正式採用される。M1911 と M1911A1。A1 の最大の違いは、引き金の引き台が狭いこと M1911 は、 第一次世界大戦では供給が間に合わず全軍配備には至らなかったが威力の高さといかなる状況でも作動する信頼性からその評判は上々であった。第一次大戦での実戦データから1927年からは改良型の M1911A1 に生産が移行した。従来型の M1911 とはトリガー長の違い。 トリガー候補のフレームに追加された面取り加工、グリップ後端下部に位置するメインスプリングハウジングの形状、フロントサイトの形状、ハンマー直下のグリップセーフティの形状で見分けられる。グリップセーフティについては前線で戦っている兵士が本銃を使用した際、親指と人差し指の付け根の部分がハンマーとグリップセーフティの間に挟まり怪我をしたため、 グリップセーフティの後端を延長するよう進言したことによるという。これらの改良が行われた後も、まだ全軍に行き渡るには至らなかったため、コルト製およびスミスウェスソン製の民間向け大型回転式拳銃を M1911A1 と同じ 45ACP 弾に対応させた M1917 リボルバーが開発され、不足分の穴埋めが行われた。 第二次世界大戦中は、コルト社、スプリングフィールド造兵省のほか、レミントンランド、シンガー、イサカライフル、ユニオン、スイッチシグナルなど、様々な機械系メーカーで、臨時生産されていた。M1911A1 の製造数で言えば、コルト製よりも、レミントンランド製の方が多い。なお、アメリカ軍はこれ以降新規に発注を行っておらず、 戦後はすべて部品の入れ替えなどによる旧品の維持で対応されたが、1985年にベレッタ MQ が新たに正式採用となるまでアメリカ軍の正式採用銃であり続けた。一部の部隊では現在もベレッタ MQ ではなく M1911 ベースの45口径拳銃を使っている 11.4mm 拳銃陣待ち。 中トン地防衛官展示品。実銃なので、盗難に備えて、リコイルスプリングハウジングとビーバーテールを止めるだけで、なく、チェーンでもつながれ、断層も外されている。日本では、戦後発足した自衛隊がアメリカ軍より、供与されていた M1911A1 を 11.4mm 拳銃の名称で使用していた。供与された M1911A1 は、 コルト純正ではなく、対戦中に大量生産された、レミントンランド射製やシンガー射製のものが多数を占めていた。1 1 4ト、mm、ル拳銃は、主に上級指揮官、迫撃砲の砲手、戦車搭乗員に支給された。1982年に、ザウエルゾーン社のシグザウエル P220 を9ト、mm、ル拳銃として採用するまでの、 約20から30年にわたって使用された。結果として自衛隊の拳銃は、現在に至るまでも外国製が採用されており、小銃については64式 7.62mm、小銃や89式 5.56mm 小銃といった、国産銃が採用されたのとは、対照的である。日本の警察にも戦後に、アメリカ軍から、 M1917 リボルバーやミリタリーポリス等の回転式拳銃と共に軍の余剰分が供与された。1950年に全警察官に拳銃の支給が完了した時点で供与された拳銃の10万1770丁のうち M1911 は1万4160丁であった。当時の日本の警察は 国家地方警察及び自治体警察に分かれていたが、M1911 はすべて自治体警察に配分された。後に、各地で自治体警察の廃止が進むにつれて、国家地方警察に移管され、1954年の警察法改正によって、現在の警察制度となって、以降は、各都道府県警察に移管された。しかし、45口径の拳銃は、 当時の日本人にとっては重く反動が大きかったため、好まれず、特に自動式拳銃である M1911 は、構造の複雑さから来る、取り扱いの難しさや老朽化から暴発などの事故が多かった。そのため早期に退役が進み、38口径の回転式拳銃に置き換えが進められたが、普段は拳銃を携帯しない。 上級警察官や職種を中心に1990年代まで支給されていた。例えば1972年に起こった浅間山層事件において長野県警機動隊が M1911A1 を使用していた。メウピストルの射撃訓練を行う海兵隊員 M45A1 の射撃訓練を行う第11メウの隊員正式を外れた後も 民間用の拳銃としての人気は高く、護身用銃、競技銃として広く用いられている。アメリカでは最も有名な拳銃であり、コルト社のパテントが失効した現在では、各社からガバメントモデル M1911 ベースのカスタムガンなどが発売されている。特に競技用の銃としては、カスタムパーツが多数出ているため細かいニーズに、 応じられる。全時代的な金属フレームのため個人でカスタムしやすい。大量かつ長期間にわたり生産されたため、中古の個体が多く価格が安定している。銃自体に重量があるため体感する反動が比較的軽いなどといった理由からカスタマイズのベースとされやすい。また、38スーパーモデルもイプスクのように威力でクラス分けされるような大会の 高威力クラス用にリロードすると、コンペンセーターを効かせやすいという理由から、競技用ベースとして取り上げられることも多い。ビル・ウィルソンが起こした、ウィルソン社で作られ、ロバート・レーサム、ブライアン・イーノスの2人のシューターに愛用された、ウィルソン・エル・はよく知られる。近年の昇降系、多段層化の波により一時人気が下がり、複列断層を採用した。 ハイキャパシティと呼ばれるモデルも出現したが、アメリカが民間銃の相談上限を10発に規制したため、再びシングルカラムモデルの人気が上がっている。アメリカ合衆国以外では、軍用として採用されることは少なかったが、長年アメリカ軍の顔であった M1911A1 は、アメリカ人にとって最も馴染み深い拳銃であり、その主力弾薬である。 45ACP 弾は 9mm 弾などが主流となっている多くの諸外国に比べても非常に普及している。そのため、米国市場を想定した拳銃の開発において M1911A1 に近い操作系統やグリップアングルにする。45ACP 対応モデルを作るなど M1911 シリーズを意識した方針を重要視する他社。 他国の銃器メーカーは少なくない。海兵隊、遠征隊などのように未だに M1911K の拳銃を使用する軍、部隊もあり、その名を冠したメウピストルが納入されている。これはモスボールされていた M1911A1 のフレームにスプリングフィールドアーモリーやキャスピアンのスライドを乗せ、新規のパーツで組み立てたものである。 2012年からは、ミューサックピストルの、さらに後継として、やはりコルト社製の M45HCQBP が、採用されている。これは、現代の拳銃にふさわしく、左右どちらの手でも撃てるように、アンビセフティになっているなどフルピンの再生ではなく、完全に新規で製造されたものであり、M1911 シリーズが再び正式に、採用されることとなった。 コルト社の CEO は、101年の時を超えて米軍に、再び1911ピストルが導入されるのは、何よりも優秀な証拠であると発表している。コルトゴールドカップナショナルマッチコルトダブルイーグルコルト、デルタエリート M45A1、AH、CQBP 製品特許が1986年に、保護期限切れで執行して、以後、各社がこぞって、ガバメントモデルを制作している。 スミスワンド、ウェッソン、スプリングフィールド・アーモリー、ウィルソンなどが代表的なメーカーである。STI と SV、パラオードナンスは横断層モデルで有名なメーカーで、キンバー社製のものはロサンゼルス市警察スワットに採用されたことでも知られる。ちなみに、本国アメリカでは一般的にガバメントモデルのコピーモデルを1911と呼ぶ。 M1911A1 メルピストル元素 M1911 と異なり、右側にもサムセフティがあり左手でも撃てるアンビセフティ。パラオドナンスシグ GSRM57A 蒸機の他にもトンプソンの製造元であるアメリカのオートオドナンス、社や、米軍から M1911 を露格した北朝鮮、ベトナムなどでも多数のコピーモデルが生産されている。 ありがとうございます。